空手は日本の武道のもの、武道を象徴っていうか日本の武道のことなんですけど、あの日本の武道の中で唯一、そしてこれは日本にしかない武道なので、海外の人にも、海外の人の反応がとても楽しみだなって思ってるので。そうですね、それは自分たちを表していて、私たちはその空手をしながらその白装束の人と戦っていくんですけど、それは前の自分というか過去の自分、だから本当に空手のテーマとして己自身と戦う、そして一つ一つの壁を越えて前に進んでいくっていうことがテーマになっています。振り付けはその日本の武道の空手をイメージした振り付けになっています。あとはこの曲は、すごいメッセージ性のある曲で、ひたすら戦っていく、どんな状況に陥ったとしても前を向いて戦っていくベビーメタルを表している曲だなと思うので、ダンスでもそんなベビーメタルを表現できたらいいなと思います。そうですね、でも振り付けの時に空手のビデオを見ながら、みんなでこういう方がかっこいいんじゃないかとか、空手のシステムについて、空手という武道について勉強してから、まあ、レコーディングだったりとか振り付けには挑みました。ベストキットを見てほしいです。一緒にせいやそうや言ってくれたら嬉しいなって思います。そうや、そう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 や、そうや、そう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 や、おろす。Didn't get any easier, but I think it's gonna look fucking ridiculous.